なんでしょう。性欲を持て余してるからってさっきみたいなことしちゃダメよ。え？あ、君モテそうなルックスしてるんだから、じゃなくて本当に可愛い顔してるわ。そうね、お姉さんの言うこと聞いてくれたら許してあげてもいいかな、なんてね。あの、だから誤解なんです。俺、そんなつもりじゃなくて、偶然。男の子が言い訳しないの。それが、俺と先生たちとの出会いだった。ただいまー。って、どうしてみんなついてきてるんですか。あら、だって。この家に用があるからに決まってるじゃない。そういうあなたこそはどうしてここに。それにただいまって。そりゃもちろん、ここが俺の。お前誰だ。え、不法侵入か。やっぱり悪い子だったのね。いや、あの、そういうそちら様こそどこのどちら様でしょうか。おお、トウヤ、帰ったか。お、親父。えー